海選手、ちゃんと花火は見られたでしょうか。14対4で今日はソフトバンクホークスがライオンズ相手に大勝です。では今日のゲームハイライトでご覧いただきます。今日先発は千賀滉大、1回です。2アウト1塁からバッター4番の中村剛也、左中間スタンドへ先制の第6号ツーランホームラン。まず埼玉西武が2点を先制しました。去年からこのヤフオクではちょっとホームランが多いという線がいきなりのスタートになりましたが、一方でライオン先発は新外国人キャンドラリオが初登板、宇上は三振、あるいは柳田もコーナーにストレート投げ込んで見逃し三振、3人で抑えました。2回です。ツーアウト満塁と3本のヒットでチャンスを作ったホークス、そこで甲斐拓也レフトホームランテストテラスへプロ入り初ホームランとなる第1号の満塁ホームラン。ホークス逆転成功、4対2。さらにライオンズキャンドラリオから3回に今度は先頭の市川、これはサード中村が弾いて内野安打。その後ツーアウト2、3塁とランナーが溜まってバッターは上林を迎えます。右中間スタンドへ第3号のスリーランホームラン、7対2。これである程度柴原さん、はい、流れがちょっと決定づけられた感じでしたね。そうですね、この、ね、2発で今日の試合決まったなというふうに思いますね。それ以降 の1回以降の戦がいかがだったでしょうか。いやもう本当ね、点差も開いてきましたし、もうどんどん攻める本来の千賀投手のピッチングになったかなと思いますけど、まあ、心配なのは、ね、フォークがうまくいってないというのは心配ですけど、まあ、なんとか粘ったなというふうに思いますね。キャンドラリーに代わって野田がマウンドに上がってますが、5回に2イニング目先頭の中村晃に頭部デッドボール、これで危険球退場処分になりました。でその後松田が2試合連続の一発、ヤフオクでは今季初でした第2号のツーラン。そうで今日は行ったという、松田でした。9対2。千賀の方は、まあ、この大量点もありましたので、はい、楽なピッチングではありました。まあ、本来のピッチングではなかったのかなと思いますけど、まあ、しっかり先発としての役割を果たしたかなと思いますね。で6回まで千賀投げて、7回8回は石川です。この石川も強いまっすぐは、使いながら中村、栗山、メキアといったところを6 7回は抑えました。ただ8回です。下位打線できて外崎修太に今季1号ソロホームランを打たれてしまいました。石川9対3となります。こういうところですね。あとはですね、しっかり下位打線を抑える、先頭バッターを抑えるってところですよ ね、 あとはね。8回のホークスはノーアウト1塁、デスカイリがライトフェンス直撃の2点タイムリーをフックレから放って、これで先発全員安打。その後デスパイネは足を痛めたのか途中交代があったのはちょっと心配です。ただその後も打線は爆発、松田も今度は右中間破るタイムリーツーベース、12対3。さらに続く上林は今日2本目のホームラン、これ狙ったと思いましたね。そうですね、外から入ってくる落ちてくる球ですけどね、うまくすくい上げましたよね。第4号のツーランホームランで14点目になりました。9回です。3人目飯田優也、今日は全員育成出身のリーダーになったホークス、その飯田から中村剛也がレフトスタンドへ今日2本目となる第7号のソロホームラン。まあ、その後は飯田優也も2アウト3塁から田代を打ち取ってゲームセット。ホークス今シーズン最多安打17安打、先発全員安打で14対4大勝。